こんにちは、宮崎です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。今回はですね、家庭菜園が少しうまくいかなくてもやめずに続けてほしい、そういう話、それからね、その他にもまあ4つぐらいのテーマについて話をしたいなと思います。いつも私の動画を見てくださる皆さんのおかげでチャンネル登録者の数がどんどん増えていっています。どうもありがとうございます。動画を作っている私としてもですね、たくさんの人に見ていただいた方が、こう動画作りのモチベーションが上がるので、すごく嬉しいです。現在は家庭菜園に関係する動画を主にアップしているんですけれども、少し前まではイチゴに関係する動画をたくさんアップしていました。なぜイチゴに関して動画をアップしていたかというと、こう YouTube のコメントの中で、イチゴを家庭菜園で育てていたんですけれども、ちょっとなかなかうまくいかないと、問題がたくさん発生してしまって、もう嫌になったので、イチゴ栽培をやめようと思いますと、そのようなコメントをいただきました。で、それが私としては非常にショックだったんですね。そのイチゴ栽培をしたいと思っているのに、こう途中で諦めてしまう人がいると、そういう現実が私としてはすごく嫌だったというか悲しかったんですね。なので、家庭菜園でイチゴを栽培している人たちが悩みそうな問題とか、そのようなものを解決するような動画をどんどんアップしていきました。で、そのようにですね、家庭菜園でイチゴを育てる人向けの動画をどんどんアップしていった時に気づいたのが、これって別にイチゴに限った話じゃないなと思ったんです。イチゴだけではなくて、例えばトマトとかレタスとか、いろんな野菜を家庭菜園で育ててる方たくさんいらっしゃいますよね。で、そういう人たちって多分同じように悩みを抱えているんだろうなと、そのように思いました。なので、その後、例えばトマトだったりナスだったり、いろんなね、野菜の育て方、家庭菜園をやられている方が悩みそうな問題をですね、解決するような動画を今までどんどんアップしてきました。なので、少し前までは家庭菜園でイチゴ栽培がこううまくいかない、諦めてしまう人をゼロにしたいと、そのような思いでやっていたんですけれども、最近は家庭菜園自体をこうやめてしまう人、諦めてしまう人をゼロにしたい、そのような思いからこちらのチャンネルを運営しています。今はちょうど感染症の影響もあって、家庭菜園をやる人がすごく増えているようです。もともとこの春の時期というのは家庭菜園を始める人がすごく多い時期なので、もちろんその影響もあると思うんですけれども、やはり感染症の影響、それからこう自宅に引きこもらないといけないと、そのような状態がこう合わさって、今すごく家庭菜園をやる人が増えているそうです。このこと自体は私はすごくいいことだと思うんですけれども、一つちょっと懸念点として思っているのが、家庭菜園を始める人がたくさん増えたんですけれども、何も考えずにいるとですね、おそらくこのほとんどの人たちが家庭菜園を失敗してですね、もう嫌だ、もう絶対もう野菜を育てない、もう家庭菜園はやらない、やめようっていうふうに思ってしまうと思うんですよ。なんでかっていうと、こういきなりね、生まれて初めて野菜を育てようと思ってもなかなかうまくいかないので、おそらくかなりの人が失敗をして家庭菜園のことがこう嫌いになってしまうんじゃないかなと思います。だからこそですね、皆さんの力を貸していただきたいです。私の方でも、きっと家庭菜園やってる人たちはこういうことに悩むだろうなとか、このような失敗をするんじゃないかなというのを考えてですね、動画を作っているんですけれども、やはり私の考えではこう及ばないような問題とか、いろんなトラブルが発生しますよね。なので、ぜひ皆さんのアイディアも教えていただきたいなと思います。例えば、私はこういうことで悩んでいたよとか、今こういうことで悩んでいるよとか、過去にこういう問題が起こったことがあるよとか、こういうことを教えてもらったらすごく嬉しいなとか、そういうことをですね、ぜひ教えてください。どうしてもこう YouTube で私が動画を作っていると一方通行になりがちなんですよね。おそらく私一人の力だと本当にこう家庭菜園の全ての問題を解決するということはできないので、ぜひ皆さんのですね、お力もお借りして、こうできるだけ家庭菜園を途中で諦めてしまう、やめてしまう、家庭菜園が嫌いになってしまう人を減らしたいなと思ってます。それから皆さんからコメントをいただくことで、私自身もすごく勉強してます。例えば、ここにあるのはパイナップルなんですけれども、私は今までパイナップルを植えるときには、普通にそのまま水につけるか土に植えていました。で、ただですね、この YouTube のコメントの方で、植える前にこの外側の葉っぱを何枚もこう取ってから植えたり、水につけた方が根っこが出るのが早くなるよというふうに教えていただきました。なので、ちょっと見えないかもしれないですけど、こんなにたくさん葉っぱを取りました。で、今はこんな風にかなり葉っぱを取った状態で水につけて、どんな風になるのか今様子を見てます。こんな風にですね、まだまだ私が知らないこととか、こう皆さんの方が詳しいことっていっぱいあると思います。そういうこともですね、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。
私自身も、もっともっと植物とか野菜のことを勉強したいなという思いがあるので、最近は今まで手を出していなかった、ちょっと珍しい植物の栽培というのもやっています。例えば、ここにあるような植物とか、こういったものですね。あとは、例えばこういうエアープランツとか。あとは、ここにあるような、家庭菜園用の農薬ですね。今まで私はあんまりこういったものは使ってこなかったんですけれども、今は自分で使ってみて、どれが、皆さんにおすすめできるのかなというのを実験してます。というわけで、これからも私はですね、いろんな知識とか経験をこのチャンネルを通して皆さんにシェアしていくんですけれども、ぜひ皆さんの経験とかご意見もですね、コメント欄を通してシェアしていただければと思います。それから、なぜ私が家庭菜園を諦める人をゼロにしたいかというとですね、なぜかというと、その家庭菜園を諦めてしまう人が必要としている知識であったり情報と、私が持っている知識と情報っていうのは、すごく相性がいいというか、おそらく私がその問題を解決してあげられるんですよね。その人にとって私はきっと役に立てるんじゃないかなと思います。じゃあなぜそれをですね、やりたいのかというと、このような思いに至ったのは、多分この JICA の青年海外協力隊の経験があったからなんですね。じゃあそこでどういう経験があったかというと、これは結構意外に思われる人も多いと思うんですけれども、JICA の青年海外協力隊として私は2年間活動していたんですけれども、その期間というのは、ほとんど誰からも必要とされなかったんですね。誰からも必要とされず、全く何も仕事がない、そのような状況でした。なので、待っていても、誰からも何も仕事が与えられないので、自分で仕事を作らないといけないんですね。なので、例えば農村に行って、農家のおじいちゃんと話して、どんな問題が発生しているのか聞いたりとか、もしくは一緒に農作業をして、どんな風に農民が生活をしているのかを学んだり、あとはもう農家の家に泊まり込んで、もう月曜から金曜までその農家のおじちゃんの家に泊まらせてもらって、どんな生活をしているのかを学んだり、まずはそんなことをしてました。で、そこで、こういう問題があるんだっていうのを勉強して、じゃそこに対して自分だったらどういう解決策を提案できるのかなと、そういうことを自主的にやっていたというか、主体的にやらないと、受け身では何も得られないというような状況でした。そんな感じでですね、全く必要とはされないながらも、なんとか自分の存在価値を見出そうみたいな、そんなもがき苦しんだ2年間でした。今ですね、例えば仕事をされている方って、もし2年間仕事がなくなったら、めちゃくちゃ楽しいみたいな、もう仕事やらなくていいのなんて最高じゃんって思うかもしれないんですけど、めちゃくちゃ辛いんですよ、実際は。私はその時に学んで、仕事を与えられないとか、誰からも必要とされないというのは、こんなにも苦しいことなのかと、そういうのを実感しました。なので、話を戻すと、だからこそ、今その家庭菜園をやめようとしていて、私は家庭菜園に関する知識が結構あると。なので、誰かにとって必要とされる存在であるということは、ものすごく今嬉しいんですね。だからこそ家庭菜園に関することで今お役に立ちたいなというふうに思ってます。ただですね、ちょっと注意してもらいたいのは、今私の協力隊の経験談を話したんですけれども、実際協力隊ってものすごく人によって状況が違うんですね。なので、協力隊員全員が誰からも必要とされていないというわけではなくて、たまたま私の場合はそうだったという話です。はい、この辺りで今回の動画は終わりにしたいと思います。これからも応援しているよという人はぜひ、いいね、よろしくお願いします。それからですね、もし何か家庭菜園関係で悩んでいること等ありましたら、コメント欄で教えてください。はい、これからもですね、農業家庭菜園に関係する動画アップしていきますので、まだチャンネル登録されていない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画で会いましょう。ではまた。